カウテレビがお届けします社長室101。今回は東京都港区南青山に来ています。今日お尋ねしている会社はですね、実は愛媛県今治市に本社がある会社のショップにお邪魔しております。会社の名前を池内オーガニックと言いまして、皆さんご存知の方も大勢いらっしゃると思います。旧社名池内タオルというですね、オーガニックタオルのですね、日本で今、最大の会社と、非常にユニークな会社ということで、こういったタオルをオーガニックコットンを使ったタオルを、作ってらっしゃる会社です。そちらのですね、2代目の社長で、今この会社を率いていらっしゃる池内啓司社長に今日は詳しくお話を伺いたいと思います。ご紹介します。池内社長、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。池内オーガニック株式会社さん、はい、このまず会社の概要から教えてください。もう素材は全てオーガニックで、それでまあタオルを中心に、まあ、あとファブリック、テキスタイル、そういうものを全般的に作っていく会社です。もともと今治の、本社で62年前。はそうですね、はい、今62周年目です。62年目ですね、はい、一番最初はそのタオルメーカーとしてスタートしたんですか？それタオルメーカー、しかも輸出専用の会社として62年前に先代がスタートした会社ですね。オーガニックのタオルを中心にオーガニックオンリーに傾けてらっしゃると。15年前に自社ブランドを作って、うん、それからオーガニック率がだんだん上がってきて、うん、昨年度で 92% まで来てたんですね。ブランディングの中で池内オーガニックって社名変えることになって、じゃあもうオーガニック 100% にしようということで、唯一オーガニックでなかった商品もオーガニックにチェンジして、この3月1日からやっているという感じです。なるほど。その池内オーガニックさんのオーガニックタオルっていうのは、その安全性というところにすごいこだわってらっしゃるということなんですが、うん、我々そのタオルの安全性と言われてもちょっとピンとこないところがあるので、うん、そこについてちょっと教えていただいていいですか？僕もタオルを作り出して32年目に入ってるわけですけど、はい、まあ原材料は天然の綿なので、うん、安全、こう自分もずっと安全というふうに思ってました。はい、でも日本でいうと今から20年くらい前からオーガニックコットンっていうのが出てくる、はい、オーガニックを勉強していくと綿っていうのは大量の農薬、さらに枯葉剤、はい、さらに種は全て遺伝子組み換えでやってるという非常に危なっかしい作られ方をしてる、はい、まあ食べない野菜なので野菜でやってはいけないことは全部やっているという現実を知ってしまったので、はい、まあ、知った限りはそういうものを避けていかなければならないということでスタートして、まあ、15年かけてオーガニックだけの会社になったという感じですね。オーガニックという言葉のですね、我々ちょっと定義がですね曖昧で、その有機栽培のとかいうぐらいしかちょっとイメージがないので、ちょっとまずそのオーガニックタオルというものを説明していただいてよろしいですか？はい、原材料のオーガニックの綿に関しては、まあ、3年間化学肥料農薬なしで育てたというのが大前提、はい、で使う種は遺伝子組み換えをしていない、で取引がフェアトレードであると、はい、いうことが、まあ、基本的な要素ですね。なるほど。化学肥料農薬を使わずに、でそれから遺伝子組み換えを行わずに、なおかつフェアトレードがなされていると、はい、それがオーガニック、池内オーガニックさんの考えているオーガニックの定義ということなんですね。はいはい、池内オーガニックさんのそのオーガニックタオルっていうのは他の世の中に出てるタオルと比べて売り値ベースとかではどういうふうな地位を築いてらっしゃるんでしょうか？オーガニックのタオルとしては比較的高くないと思いますね、はい、例えばこの今後ろにあるタオルなんかでおいくらぐらいのものなんでしょうか？これでバスタオルで6000円プラス消費税というような形ですね、はい、はい、そういうフェイスタオルとか普通のタオルはフェイスタオルは大体これはまあ2500円ですけど、まあ、大体バスフェイスウォッシュ買って弊社の場合だと7000円から1万円くらいの感じですよね。バスタオルとフェイスタオルセットで7000円、ウォッシュタオルとウォッシュタオルと7000円から1万円くらい、はい、なるほどなるほど。
その需要としてはプレゼント需要とかそういうところに行く場合が多いんですか？自分の自家需要、自家需要、自家需要、自家需要と自分の本当に親しい人に渡す、はい、まあ、プライベートなプレゼント需要、プレゼントってありますけど。あ、なるほど。普通だと、はい、例えばオーガニックコットン使ってるから安全、はい、とかオーガニックコットン使ってるから環境に優しい、そういうイメージですよね。イメージだし、はいはい、まあ、メーカーもそういう主張しがちですけど、はいはい、企業として、はい、あの環境に優しいっていうんだったら自分がやってる企業活動の部分の環境負荷を下げないといけない。うーん、オーガニックコットンで環境に優しいのは、はい、作りにくいのにわざわざ作ってる農家の方、はい、高いのにわざわざ買ってるエンドユーザーが換気に優しいだけで、はい、中に入ってるメーカーって、はい、それを作って売ってるだけで換気に対しては何もいいことしてない、貢献してない、はい、っていうのが僕の考えなんです、はいはい、なので僕らが換気をかけてるところは避けていこうと、はい、どういうところで下げていったんでしょうか。まあ、一番分かりやすいのが2002年の1月1日からスタートした使用電力を全部グリーンパワーに変えるっていう、ま、これもそうですね。池内オーガニック株式会社が使ってる電気に関しては全て風力発電、はい、なるほど。何よりもまず電気の使用量自身をどんどん下げてますので、うーん、どういうふうにして下げていくんですか。もう本当にこまめに人がいないときは電気を消すことからですね。はコンピューターを使うときしか電気入れないとか、はいはい、今こまめなことの積み重ね。なるほど。でもうそれで 30% ぐらい使用量が減ってますね。そうですか、はい、そこまで減るんですね、はい、削るとこを削って、うん、その代わりちょっと高くてもいいからグリーンエネルギー使おうと、うん、そうですね。なるほど。